特急の T11126、 これは東京ですね、東京の税関から、来たものっていう風にね、取ってきたっていうものですね。で、現行品はいかがでしょうかね。うん、あ、現行品も同じような感じ、なんか同じ雰囲気がありますね。皆様お疲れ様です。おっさけの塾長です。塾長オブおっさけ、今回もご視聴いただきましてありがとうございます。今日はですね、じゃじゃん、すごいですね、ウイスキー愛飲家、オールドボトル愛好家のですね、お友達、飲み友達、知り合いからですね、ちょっとね、一緒に飲もうということでね、今回この会を開催させていただきましたので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまずカティーサークですね。カティーサークすごいですね、特急ですね、特急失礼いたします。特急の T11126、 これは東京ですね、東京の税関から、来たものっていう風にね、取ってきたっていうものですね。1989年までは特急表示っていうのがねあったんですけど、それの、代表的なもんな、うん、カティーサークいいですね。そしてこちらが現行品のカティーサークというものですね。失礼いたします、貴重なボトルを失礼いたします。できました、いただきます。乾杯。こちらはね、特急表示の、オールドボトルのカティーサークです。おお、スコッチのブレンデッドウイスキー、紅茶を運ぶピークリッパーで有名なですね、船ハンセン、それがですねカティーサーク、まさしく大英帝国が誇る船の名前、カティーサークブレンデッドウイスキー、いかがでしょうか。特急表示、うん、香りは結構 どうでしょう、あの私の感覚ですけど、あの海藻とかそういう洋土系といいますか、なんかそういう海の感じが出てきてるんではないだろうかと思うんですけど、 いかがでしょうか、あの特急の方は。フルーティー、熟した果実、そういう系統ですね、これね。そうです ね、確かグレンロセスか何かがね、結構キーモルトで入ってたような感じがあるので、やはりそういう熟成果実系とか、あと麦の感じ、麦、大麦麦芽のね、あの雰囲気がキャラメルコーンみたいな、そういうね、いい感じがしますね。で、現行品はいかがでしょうかね。うん、あ、現行品も同じような感じ、なんか同じ雰囲気がありますね。いかがと思います、現行品。結構似たような感じ、似たような感じですよね、はい、ね、ちょっと私も、あの、すいません、あのオールドボトル愛飲家ですのでね、私が全然知識ないので適当なこと言ってしまって的外れてたら、ちょっとあれかと思ったんですけど、結構似てる雰囲気ですね、これね、はい、先ほど申し上げたような大麦関係、その麦のですね、凝縮されたような感じ、プラス海のような感じって言ったらいかがでしょうかね、洋土系っていうか海藻系統、そんな雰囲気プラス未熟成果実、そういうようなニュアンスがあるのではないだろうかと思うんですね。ちょっと古い方がちょっと失礼いたします、いかがでしょうか。うん、いやー、まろやかですわ、まろやかで甘み豊か、甘み豊かで、そしてドライ系統、うん、アルコール度数のドライ感がパンチが効いてるようなイメージ、でもね、余韻が広いですね、深くで広くでドーンとくる、いやー、やっぱりスコッチっていう、なんだろう、ブレンデッドウイスキーの王道の一つ、カティーサーク、その実力を改めて認識するようなですね、そういうね、広いスクエアな感じっていうんですかね、奥深くドーンとくるような感じがね、本当に素敵だなと思いますね。そして一方のこちらは、現行品ですね、いかがでしょうか、失礼いたします。うん、私の感覚ですよ、結構ね、あの現オールドボトルに比べて、なんでしょう、ドライって言いますかね、より苦味と言いますか、よりシャープになった感じ、これはこれで、ね、あのありなんですけど、なんでしょう、あの同じ銘柄でもちょっとね、方向性が違うアプローチ、現行品の方がやっぱりドライでシャープな感じというんですかね、そのハードボイド系統でクイクイいけそうな力強い感じがするんですけど、その反面オールドボトルの方が何かもう少し広がりがあるっていうんですかね、丸みがある、まあ、もちろん年数経ってるんでね、それによってのアルコール分子と水分子の配合がありますので、重合がありますので、よりまろやかになってるということは言えるんですけど、
どちらかというと味的にはそういうね、年数の違いっていうのがよく出てるんではないだろうかと。香りはまあ似たような近しいような感じがするかなっていうふうに私は思いましたね。ですけど最近のウイスキーと比べてなんか昔の方がそういうボリューム感といいますか濃純といいますか濃いような感じっていうのがねあるようなことをねよく聞いたりするんですけど、私このカティーサープに関してはね、何でしょう、両方ともいいアプローチが出ててですね、それぞれの特性がよく出てるんではないだろうかということで、とても満足、美味しいお酒1本目ありがとうございます、2本目って言った方がいいかな。そういう風に思います。